さあ、夏休みの自由研究、ペットボトルの中に雲を作ってみよう。準備するのは、こちらの 500ml のペットボトルと、炭酸キーパー、これだけです。これをですね、つけたものがこちら。ペットボトルの上に炭酸キーパーをつけて、で、ここがポンプになっているので、ギュッと押します。そのことによって、このペットボトルの中にギュッ空気を詰めていく。20回ぐらいかな。たくさん押します。硬くなるまで押します。まだ柔らかい。ギュッ。さあ、いっぱいの空気になったこのペットボトル。蓋を開けると、いきますよ。3、2、1、ポン!雲ができた。